はい、こんにちは、かっぱぱです。今ね、大阪は千早城跡の、登り口に来てます。ということでございまして、今日は金剛山を登ります。はい、今回のコースですが、千早の、金剛山登山口バス停前を出発、千早城市に向かいます。その後千早本堂と合流し山頂を目指します。途中ウルトラマンの石像がある5合目を通過し、40分ほど歩いて金剛山山頂です。山頂ではね、食堂でお昼を食べたり、有名なライブカメラに映ったりしながら、しばらくのんびりします。下山路は瀬戸経由で黒戸ヶ谷を下って、登山口バス停へ戻ります。では行ってきます。いや、いきなりのまあ急登というか階段ですね。いや、なるべくね疲れないように登らないと。はい、今日はね、前から来たい来たいと思ってた金剛山なんですが、事前にねちょっと調べてみると、ものすごい数の登山道があってですね、今回はね千早本堂っていうんかな、一番整備されているというところをメインに登っていこうと思うんですが、僕ね太平記のすごいファンなんで、もちろんねそこに出てくる千早城とか、楠木正成とかね、その辺の史跡を巡りながら登っていきたいと思います。いやね、さっきも株間と話したんだけど、この階段ずっと続くんかね、これ。よいしょ。あら、開けた。あら、なんかね、なんかすごい綺麗だよ、これ。うわ。千早城市、うわ、奥にね立派なお社がありますね。はい、千早城市に着きました。ここがかなり有名な千早城の跡です。いやー、来てよかった。そうなんだよね、ここで奮戦するんだよね。はい、じゃあね、また階段ですけど、登るとこれが千早神社になるのかな。あらら、これは立派な、これは素晴らしいね。
そうなんだね、本物だと。いやじゃあ千早神社後にして、金剛山の方に戻ってきたいと思いますがちょっと下っちゃうんだね。はい、じゃあ行ってみましょう。ここでね、本堂と千早城からの道が合流します。はい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 。あれ、こっちも階段なんかな。千早神社登っていく階段よりはだいぶソフトだけど、これぐらいの階段だったらまあいいっすかね。ちょっと分岐になってますけど、あら、5合目。あ、トイレがありますね。お、これがかの有名な、ウルトラマンとバルタン星人だね。お、分岐じゃん。あれ、いっぱいルートあるね。これか、これっぽいな。あとちょっとだ。なんかこの集まりは見たことあるな。なんか関西登山機かなんかで見たことある。もうすぐ山頂っぽいね。おお。これがそうなの。あ、これが山頂売店だ。あはー、はい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 。今日はね、ここで食おうと思ってんだけど、あああそこだね。なんかよくさ、みんながライブカメラやってるとこ。あーあー、これで来たかったんだよ。すっごい嬉しい。おお、これですか、かの有名な。はい。
今日僕もよくいますわ。お疲れ様でした。はい、10時53分はい、金剛山の山頂に着きました。まあ、あっちが大阪だと思うんですけど、ちょっとガスっちゃってよくわかんないけど、仕事以外でね大阪来たっていうのは、そうだね、2回目だね。まあここ大阪って言ってもね、もう奈良との県境だけど、まあいい貴重な経験をしました。こんな感じでね、皆さんみたいに山頂で何か食べようと思って、まあ、いろいろガスコンロとか持ってきたんだけど、ちょっとね実はね気が変わりましてね、まあ、金剛山初めて来たんで、まあ、記念にね、まあ、やっぱりお金を落としていかないと、まあ、恐縮だということで、なんか山頂の売店でね食べたいと思います。入ろうか。おお。今日大丈夫だよ。そんなさ、そんな感じ暑なかったね。俺別に普段おでん食ってないわけじゃないんだけど、まあいい感じの塩加減でね、あのおでんに関しては関東も関西も関係ないですね。もううまいものはうまいっつだけで、うん、はい、ここでねすごいサプライズがありました。12時のライブカメラで、まあ、よしまこポーズを決めようとね山頂広場に戻ったら、なんとね、よしまこさんご本人がいらっしゃいました。はい、でせっかくなので一緒によしまこポーズさせてもらいました。まさにね、これこそね、いやどうもって感じですね。よしまこさん、まさきさん、しげちゃん、大山ちゃん、ありがとうございました。念願のねライブカメラにも出れたよ。はい、それではね、あの12時のライブカメラにも何度か映れましたので、これで山を降りたいと思うんですが、なんとね、まあ、ポーズはね、よしまこポーズというね、かなり有名なポーズで撮ったんですけど、そのご本人様がね、山頂にいらっしゃってね、まあ、一緒にポーズを撮ってくれました。こんなね、偶然はあるのかと、
まあ、非常にねびっくりしてるんですけど、本当嬉しかったですね本当に。で帰りはね、その吉間子さんから教えていただいた、なんか10月に、千早の登山口の近くにモンベルができたということなんで、まあ、帰りそっち寄ってこうと思います。でそれなんでね、今向かってるのは、なんだっけ、瀬戸っていう方に向かってるのかな。ベンチだこれ。ベンチがある。おーと。現在地。クロット型に道。あ、これだ。ね。これだね。あ、こういう道なんだ。はあ、お。これがコンクリート道。なるほど。俺道幅2メーターぐらいかと思ったらちょうど、うん、ちょうど1メーターぐらい子供かお前は。あら、モンベルだ。へー、すごいね、金剛山モンベルの直営店がある。ね、吉間子さん情報でね、ちょっと寄ってみましたけど、なんかちょっと小ぶりな店舗だけど、なんかいいね。あのクマベルもいるし。はい、千早のね、バス停のとこまで戻ってきました。いや良かったですね、初めての大阪の山金剛山、遠くまでね来た甲斐がありましたということでございまして、本日も動画ご視聴いただきましてありがとうございました。カババでした。